寿司三昧。どうも、みんなのそばのアイカツお兄さん、こんにちは。ガラケーです。今日で輝きのジュエル2弾が始まって6日目の投稿になるのかな、ね、木金土日月、あ、ごめん、止めちゃった。止めちゃダメだよな。木金土日月、5日目だね。5日目の投稿になってるんだけど、お兄さんは毎日投稿の人じゃないからね。うん、ネタがあるうちだけだからな。今回はアイカツフレンズからこちらの未来さんの新曲のナイスなトゥーミートゥーで遊んでいくからね。アイドルはもちろん2段の目玉また愛車ちゃんで遊んでいくかな。やっぱり新アイドルがね登場しちゃうとどうしても選んじゃうんだよな。本当はポップのレアドレスでもね持っていければよかったんだけど、ごめん、クールのドレスばっかり持っていっちゃってて全然ね選べるドレスがなかったんだよ、ごめん。だから今回はアリシャちゃんの持ちブランドグロリアススノーのアウルムスノーコーデね、トップス、スカート、ハイヒールにこれがバレッタね。もともとねアリシャちゃんミニハットみたいなのをかぶってるんだよね。そのままでもいいかなっていう気はするけど、やっぱりプレミアムアクセをつけてねポイントつけていきたいかな。さあ、ポップな楽曲をクールのドレスで踊っていただきましょう。このフィッティングがね終わった後にメイクアップタイムね入るけど、そこでね見せるアリシアちゃんの表情がツボなんだよね。できればねこの表情を本編でもねアニメでもどんどん見せていってほしいんだよな。いつまでもねこうツンツンしてないでフレンズを組むことはもうありませんみたいなそんな冷たくしなくても。あとさ、アニメでさ、あれ2週間くらい前の内容だったかな、アリシャちゃんに謁見があってね、そうお客さんとしてアイネちゃんたちが行ったわけだけど、あそこでさ要件を伝えた後に要件はそれで終わりですかって言って去ろうとしてね、で振り返った時のそのアリシャちゃんの冷たさに対してあのミオちゃんがなんだっけ、なんて冷たい目をしているのみたいなのを口に出して言ってるシーンがねちょっとめちゃめちゃツボっちゃったんだよね。ツイッターで思わず口に出すな笑いみたいなねツイートをしちゃったんだけど、だからナレーションでも入ったんじゃないかなっていうね言い方をしてて、あれはツボったね。そう、1年目のねアイデンティティとはまたね全然違う感じだよな。ポップなねリズミカルな感じは変わんないんだけど、ごめんちょっとねここねちなみに早くなります。これはごめん、多分お兄さんの USB の選び方が悪かったのかもしれない。これちなみに選んだの2個目なんだけどね、2回失敗しちゃった。どうですかちなみに。まあ難しさもう3だからね、全然難しいところそんなにないけど、今度からはね星4とかにも挑戦していきたいね。あうペンね、いつものペンね。そうだからみんなもね録画台ね設置してくれてるお店あるけど、 USB はねできればしっかりしたのをね選んでいってもらえるといいかなと思う。うん、
さあ今回も合格でした、ありがとう。圧倒的だな。もう未来さん、ジュエリングレアドレスをまとった未来さんにもこの圧勝よ。さすがアリシアちゃん。何かな、お金、金だとプレミアムだよな。プレミアムがアウルムスノーかな。この辺はもう忘れちゃってるからね。うん、ミオちゃんのクリアブルーユニゾントップスかな、来てくれました、ありがとう。これはでも初日に多分着てたような気がしたけどな。できればアイネちゃんの方のが良かったかもしれないな。はい、みんなもねぜひ録画台ね、やっぱり近くにないお友達多いとは思うんだけど、お兄さんも近くはないけどね、近くはないけどそこまでね行かないといけないんだけど、やってみるとね楽しい。うん、持ち帰れるっていうのがねやっぱ嬉しいよな。いつでもね再生で見られるかな。 USB はなるべく書き込み速度っていうのがね速い USB をね選んでもらうといいかなと思う。うん、まあ4000円くらいで売られてるやつだったら間違いないのかな。量販店とかに売ってる1500円とか、あのね言っちゃうとあの東芝のSD じゃなくて USB は買わない方がいいですあれはもうダメだった全然。はい、というわけでね今回は USB の選び方講座でした。はい、ルーレットも残念おしまいということで、また次回ね。じゃあ今回もここまで見てくれてありがとう。